はい、皆さんこんばんは。アルゾーニタウンで秘密結社を立ち上げました重松千春です。立派な悪の組織になるように頑張っていきますので、皆さんも協力してくださいね。ということで、総会は月1回だけなので、皆さんくれぐれも休まないように。ちぃ、帽子がない。帽子ちょっと頭疲れるからやっちゃったはい、ということで、こちらにいるのは悪の組織参謀のファルゾーちゃんです。ファルゾーちゃんです。本日もお手伝いよろしくね、はい、ということで、今マックを頼みました。おー、マック、うん、一体マックの何を頼んだのか、何を頼んだんでしょうか。いやはや皆さん、台風大丈夫でした？大丈夫でしたね。でしたじゃないね、ですかだよね、うん、なんか過去最強みたいな14号、うん、やつはもう行ったの？行った。あ、もう行ったんだ、うん、で、ま、予想よりは大丈夫だ。そうだよね、東京はそんなんだったもんね、うんうん、ただ15号が新たに来るかもしれぬって感じなんだよね。皆さん3連休はなんか潰れますな。そうですね、潰れるっていうかぶつかっちゃうね。ね、東京寒いよ。今日ね、またなんか昨日寒かったけどさ、うん、あの今日またちょっと、なんか暑いよって。そうね、残暑残暑でしたけど。難しいね、残暑残暑でしたけど。いや、やっとね、涼しくなったね。嬉しいよ。もういいよ、暑いの。はあ、ということでですね、はい、本日はなんとゲーム会ということでね、はい、事前告知しておりました例のあれをやったり、ね、マック食べたりしながら、はい、遊んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。前半40分は誰でも無料で、視聴することができます。後半40分は上納金を支払ってくださった方々限定でお届けしておりますよ。上納金はこちらからお支払いくださいつって、ね、お願いしますね。それでは早速総会の方を開始していきましょう。ちぃ、はい、ということでこちらのコーナーやっていきましょうね。つって日報報告。うわ、日報報告ってなんかかぶってねえか意味合いかぶってねえか。はい、ということで、まあ普通歌のコーナーですね。本日も皆さんたくさん、お便りをお寄せいただきましてありがとうございますということで、早速読んでいきたいと思いますよ。こちらがコードネーム熱々土鍋さんからいただきました。ありがとうございます。重松さん、春澤さん、こんばんは。まあ、月刊チーになってから初めて聞き始めた超新参チーミンです。おー、いいね。中、月刊では愛読者や投稿者のことをムーミンと呼んでいたそうです。それにちなんでチーミンと書いてくださったようです。あ、なるほど。チータミ、チータミにしよっか。じゃあチータミにする。お前たちチータミ、お前たちとチータミにしよっか。いいよ。実は私の友人が重松さんの大ファンで常々お話を伺っているので、はい、その影響を受けてついに聞き始めたところに至ります。かっこ友人は今も聞いていると思います。なに、なに、熱々土鍋熱々土鍋も聞いてくれてるか重松さんの普段の生活で人の影響を受けているなと思うようなことはありますか？また逆に人に影響を与えているなと思うことはありますか？ということでありがとうございます。はい、人の影響を受けてるなと思うこと、うん、どっちもないかな。
あマジで人のこと気にしないから私そんなこともないけど、影響されてなんかをこう変えるとかってないね。あ、そう。うん、天の弱だからさ基本的に、うんうん、あの人がこうしてるんだとかこういう考え方なんだとかって聞いても、うんうん、ふーん、まあ俺は逆の道を行くけど、ひねくれもんだからさってなったりすることの方が多いかな。もちろん、あ、すごい素晴らしい考え方だなと思ったり、ね、共感したりすることもある、こともあるけど、うんうん、そんなになんか、うん、劇的にいろんなものを変えたりとかっていうのはあんまりないかな。アルゾーなんかありますか？アルゾーはまあ私悪魔なんで、まあ、デーモンカッカーを崇拝してます。あ、そうなんだ、それはカッカー偉大ですからね。それは本当に？え、あの、いや、そこまで詳しくないけど掘らないで、ね、なるほどね、わかりました。はい、こうやってて熱々土鍋さん、うん、これからも、はい、遊びに来てくれると嬉しいですありがとうございました、続きまして、コードネームはるちゃんからいただきました。ありがとうございます。チーソースイーファルゾーさん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日イキスダマの朗読劇を両部参加させていただきました。ありがとうございます。今までに見たことのない形式の朗読劇で、お昼も夜もとっても楽しかったです。ご時世もあり笑い声はあまり出せませんでしたが、久々に大笑いしてたくさん元気と癒しをもらいました。過去 PS ヒロインは本当に可愛かったです。夏休みはもう終わり、今週から学校が始まりました、うん、私は大学3年生ですが、うん、大学生活は全然充実してなかったです、うん、あら、大学に入った時ちょうどコロナが始まる時期だったので、ほぼ2年間オンライン授業を受けながら家で過ごしました。今は対面授業になっていますが、はあはあ、友達が全然作れなくて一人ぼっちな状態になっています。さらに人見知りな留学生ですから、あら、まあ、自分から声をかけるのは怖くて、せっかくの大学生活は何も残らないまま終わるかもしれないと心配しています。総帥は学生生活に何か印象に残るエピソードなどはありますか、ということでありがとうございます。なんか留学生の方なんですね。そっか、せっかく留学までしてきてくれたのにね。そうだよね、大学生の方々は、あの、ま、中学高校とかだとね、またね、うん、そんなあのちゃんと対面でってやってるところが多かったと思うけど、うん、大学はねこの 2,3 年本当オンラインで、ね、会わずに授業っていうのが多かっただろうね。そっか、私大学には行ってないので、同じく専門学校だったので、ちょっとね感覚違うんですよね、うん、なので、ま、大学生の方、聞くところによると、やっぱ友達を作りたいってなるとサークルに入らねばならぬと聞きましたよ。聞く、うん、今からでも、あ、どうなんですかね、まあ、そろそろ動き出したのかな。うん、サークルとかってどうだったんだろうね、このコロナ禍で、うん、活動とか今からでもね遅くないじゃない、うん、なんか、ま、だって毎年毎年募集してるでしょサークルで。そう思うけどな、新刊っていうの、うんうん、ね、今さイベントの時はさ声出しちゃいけないの？一応そういう風になってるよ、ガイドライン的なのでは。極力、まあ、歓声とかも含めて、うん、あのお控えくださいって、お控えください。そうか、アナウンスがあるんじゃないかな。イベントやりたいんだよな。イベントね、声出してほしいんだよな、ファルゾー的には。私さ独占始めた頃からさ、うん、あれもコロナ始まってたっけ。始まってた、始まってたよね、うん、なんかちょっとあれだもんな、そういうのできてないもんね。なんかギリギリのセーフなライン出たらやりたいね。まあ、でもあれよ、まあ、もう漏れちゃったりとか、ちょっと笑いぐらいいいんでしょ。全然ありだし、うんうん、あのライブとかもね、あのやーみたいな、うん、なんかビャンってね、うん、シークレットニュースみたいな時、うわーみたいな、
はあるよ。それはもうしょうがない。でも昔みたいにさ、普通にこっちから声かけて答えてもらうみたいな、あの時代に戻したいよね。あ、確かにね、やりたいね。ガガ様のライブ声出し OK だった。マジで。さすがガガ。そうね、ま、もうだいぶ違いますよ、日本と海外とで。日本だけなんだよね、感覚がね。私の友達で、本当に最近帰ってきた子がいて、海外から、その子は美容師で修行しに行ってたんだけど、ちょうどコロナ始まる前に、もう向こう全然もう感覚違って、もう本当なんか。あ、これあれだよ、別にそれがどうとか肯定とか肯定するとかそういう話じゃないかって、そのこのエピソードなんだけど、本当、あ、ちょっと待って、あ、出前館から電話がもしかして下にいるか、ちょっと待ってね、話し続けるね。その子からね、お話聞いたら、最近帰ってきてどうなのって聞いたのよ。そしたらやっぱ向こうはもう、あ、昨日、え、あ、なんか昨日までちょっとコロナっぽかったんだけど、全然平気、もう治ったみたいなみんなバンバン職場出てくるみたいなあ、そうなんだみたいな感じらしいよね。え、まあまあ日本もね、だんだんこうね、頑張ってきたおかげで、みんな国というかね、私たち国民がね、いろいろ、まあ、我慢もありつつも頑張ってきたおかげで、だんだん緩和されてきていますから、皆さんね、もうちょっとね、いろいろ気をつけつつやっていきましょうということで、はい、ありがとうございました。続きまして、風さんからいただきました。ありがとうございます。重松さん、春蔵くん、こんばんは。いつも楽しく聞いている中国人のモルちゃんです。ニーハオシェイシェイハオ、第2期の開業おめでとうございます。私はある企画で重松さんが好きで、特に平日の、平時の声と声は歌う時と全然違うので非常に魅力的です。すぐに重松さんの関連企画に没頭し、演技や特別な歌声に感動し、毎日とても楽しいです。ありがとう。私は日本語が苦手で、自分の気持ちを伝えられているかどうかわからないのですが、これからも応援しておりますということで、全然とっても上手ですよ。ありがとうございます。嬉しい。さっきの、ね、方も、留学生ということで、なんか結構私、私に限ったことじゃないよね。本当海外のね、ファンの方々がよくね、お手紙も含めて応援してるよっていう声を届けてくださっておりまして、いや本当に嬉しいですよ。ありがとう。すごいよね、なんかちーちゃん多い気がするな、本当に。ちなみに風さんはね、風さんかな、うん、イラストも寄せてくださいまして、ちょっと多分ねここで流れると思うので、うん、ぜひね見ていただけるとありがとうね、はいいやはやはやはや、そうそう、届いたよ、ちーちゃん。いや、ちょっと暴力的な匂いが隣から漂っておりますこれ、何、いつ食べるの、ちょっと今食べる、今食べるの、ポテトサクサクの時にさ確かに、あ、これ、出来たてだよ。みんな、なんか食べ物とか飲み物あったら一緒に、いる、あ、うん、何がいい、うん、ジャスミン茶を、ジャスミン、ポテトロ、ポテテロポテテロな。いやマジマックのポテトがは本当一番好き。が今一番おいしい時間だよ。あ、そう、ということでね、ちょうど、はい、コードネームルタマルさんから、ルタさんからいただきました。ありがとうございます。ちーちゃん、そうすい、ファルジョーちゃん、こんばんは。勇気を出して初めてお便りを差し上げます。ありがとうございます。9月に入り天気も不安定な日がありつつ、もう秋の空気になってきましたね、本当ね。さて 9月になってからとうとう私の大好きな月見バーガーが楽しめる時期になり、楽しみすぎて気づけば月見バーガーを食べてしまう状態になっております。ちーちゃん、そうすいはこの時期になるとこれが楽しみ、過去必ず堪能するといった食べ物やアイテムなどはありますか。ぜひとも知りたいなと思います。朝晩が涼しくなり、まだまだ体調管理が大切ですので、お体にご無理のないようにこれからもお過ごしください。拙いお便り失礼いたしました、ということで、ありがとうございます。初めてのお便り、
いやー、なるほどね。月見バーガーの民川ルータさんも、まあ、月見バーガーも食べるし、秋ね、あ、今日ちょうどあれ飲みましたよ、あのスタバの新作、あのお芋、芋のやつ。いやー美味しかった。でもあれ絶対太るわと思った。結構ね、ちょっとソースここそっちに置いてほしいな、ポテトたち。これか、そう、はい、乾杯バーガーしよう。乾杯バーガーする。うん、じゃあ皆さん、お手元に、お手元に何かをご用意して、お仕事帰りの方も、もしかしたらまだ出かけ先から見てくださってる方もいらっしゃるでしょうか。まあ心の中ででもぜひぜひご参加ください。お手元に食べ物とかね、飲み物を用意して、皆さん今日も一日お疲れ様でした。乾杯。乾杯。チン。いやー、月見チーズバーガー、アイスココ、ごっこ、うん、まあ、まあ、うまっ。美味しい。でもこれきっと期間限定だからいいんだよな。美味しいですね。春とはちょっとまだ後遺症残ってるんで、咳が出ちゃうかもしれないです。気にしないでください。ということでね、ルタさんありがとうございました。本当ね。スタバの新作美味しいからおすすめです。はい、ということで、もうちょいいけるね。はい、あ、はい、匿名希望かっこ東京都男性さんからいただきました。おお、総帥春蔵様、工作員の皆様、今夜も侵略活動お疲れ様です。食欲の秋、行楽の秋、参道をドライブ、そう、秋はロードキルのジビエが美味しい季節ですね。ロードキルとは、意図せず自動車などで野生動物を歴史させてしまった、果てのもののことです。法的には廃棄物として扱われるため、それをどうするかは自由となっています。自由なので、拙宅では車のトランクにロードキルのイノシシを積んで持ち帰り、肉屋に持ち込み、解体や寄生虫の検査などを依頼し、ボタン鍋にして美味しくいただきました。さすが野生のジビエ、市販のお肉とは比べ物にならないような深みのある味わいがありました。なおジビエを食する際は衛生面などに十分注意して、最終的には自己責任でお願いしますね。この話をすると高確率でドン引きされますが、総帥はどう思われるのか気になりましたので送らせていただきました。匿名希望、東京都男性さんからいただきました。すごいじゃん。連れてってほしい。私ね、ジビエ大好きよ。あ、そう。大好き大好き。一時期ね、バンリバリハマってて、ジビエ料理のお店めちゃくちゃ行ってたもん。大好き。いいな、ボタン鍋。そっか、でもロードキルというその言葉とか内容を初めて知りました。確かに、まあ、そうだよね、その野生動物ちゃんたちが割と出るような ね、まあ、そうね、地方とかではよく聞くもんね、はい、その看板貼ってあるもんね、彼らとこう意図せずね、悲しいことにぶつかってしまって、まあ、死なせてしまったりとかっていうので、あ、でもそういう、ね、あの動物ちゃんたちを、まあ、きっとね、あのこう賢者的なところに電話してね、あの回収とかもちゃんと、ね、あの弔ってくれるようにって手配もできるだろうし、車もへこんだって、
ね、危ないよね。すごいよね。まあまあね、悲しいけどね、どうしてもそういうことはあるだろうけど、うん、でも法的にはね、うん、このまあそれをどうするかは自由ですよってことになるってことなので、へえ、それを肉屋に持ち込み、これすごいね。まあでもやっぱジビエだからね、寄生虫とかの検査をしなければなしてなお、まあ危険はなくはないですよってことなんだろうね。まあどうですかね。まあ、女の子にこの話をしたらまあ惹かれるかもしれませんね。そうなのかな。でもちょっと近しいようなゲームだけどね、今日やるのはね。あ、そうですね、うんうん、いや私はもう全然もうこういうちょっと野生じみたこと、うん、あれだもん私一時期血迷って、うん、お肉の解体の免許取ろうかなって本気マジで本気で思ったことある。すげえ。なんかちょうどねそのジビエにハマってるのもあったし、うん、名前を忘れてしまったミラジョボビッチがね出てくる、サイコホラーのね、やつがあんのよ。なんだっけな、まあ、カップルがいて、まあ、ミラジョボビッチとその相手役のダーリン視点で始まるんだけど、まあ、結局犯人はミラジョボビッチたち側だったっていうオチなんだけど、これ言っちゃったごめんね、ネタバレすぐバレたね。でそのもう片方の本当は善人のカップルの方の、うん、女の子の方が、うん、バリッバリもうなんか肉さばくのもう鹿とかバーンバーンみたいな、そこもうまいのよ描写の仕方とか。それもあって、向こうがやべえやつだみたいな感じで、ミスリードされるんだけどさ、結局そっち側の方がいい人たちだったみたいな映画なんだけど、なんだっけなあれ。あーええゴーサインド、うん、ちょっとね調べれば出ると思うんだけど。いやージビエね食べたい、ボタン鍋食べたい。どこで食べれるんだ。いっぱいあるんじゃないジビエのお店なんて探せば、うん、でもやっぱほら仕入れがね安定はしないから、うん、その日によってとかあると思いますけど、うん、ありがとう。解体免許取ったらまた来年変えるコンセプトとかって言い始めんじゃない。解体免許取るか解体屋になる。解体屋になるか、うん、まさかのジビエの話、解体の話でテンション上がるのウケる。レクター博士、違う、レクター博士大好きだけど。昼の精肉店、月のワグマ、月のワグマ、クマね、まだ食べたことないんですよね。クマ、ジビエいいですよ、皆さん、おすすめです。わかりました。はい、ありがとうございました。そんなもんですかね、一旦。待って、いいと思うんだけど、うん、なんかこれ読みたいなと思ったのはなかったっけな。ピピ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 ペペペペ。じゃあこれラストにサクッと、はい、はい、コードネーム千立さんからいただきました。あざます。あざます。千原総帥こんばんは。寒暖差が激しい時期ですがいかがお過ごしでしょうか。この時期になってくるとあれですね、そうクリスマスコフレの発表の時期ですね。あ、私はもともと美容学生だったことや脳幹視のお仕事を行っていたため、この時期になると様々なブランドから出るコスメ情報を集めてはどれをお迎えしようかな、お友達や好きな人には何を贈ろうかなと胸がときめいてしまいます。わかる。コスメがお好きな千春総帥にお伺いしたいんですが、総帥は今年は絶対にお迎えするぞというクリスマスコフレやコスメはありますか。またお化粧するときに気をつけていることやワンポイント加えているところを教えていただけると嬉しいです。最後にはなりますが体調にはお気をつけてお過ごしくださいませ。応援しております、ということでありがとうございます。そうだね、今クリスマスコフレもう出るの。まあ、出るっていうか予約受付とかこれが出ますよってバーってね、各ブランドから
バーって今発表されてるところ、だいたい早いので10月入って発売とかかな、でもだいたい11月とかにはもう売られてる。ジビエからコフレ終わるから幅広いね。いや私ね、これ前も言ったかもしれないんだけどね、クリスマスコフレって買ったことなくて。なんか言ってたよ。そう、ないんだよね。でも今年はあの各メーカーさんが割とね、捨て色なしを歌い文句にして、あのこなんかだっとこれ結構可愛い色だけど、どうやって使ったらいいのか分かんないみたいな派手な色とかじゃなくて、ベージュとかヌーディーな感じの色をが多く入ったカラーパレットとかが多くて、まあ買いやすいなとは思ったんだけど、チェックはしてるんだけど、まあ、自分では買わないかな。ジル安いよね。ねえ、ジルチュアと安いよね。ちなみに今日もね、ちょっとお昼出先で某アットコスメによりまして、ちょこちょこって買ったんだけど、いやあの今更ポール&ジョー の、 あの、めちゃくちゃ人気のねやつ下地を買ってみたんだけど、まあ、まだ使ってないんだけど、これから使いたいなと思ってる。みんなね、可愛いのいっぱい出てるもんね。シュウ上村とかさ、あのセーラームーンとコラボして結構ねはっきりとあのパッケージにセーラームーンのね絵が描かれてたりあれですよ、そう。いやーということでね、皆さん、まあクリスマスコフレ、クリスマスの話とか出てくると急にもうね年末感出ますね。もう9月のもう中頃過ぎたら一気に行くもんね、年末に。好きだわ、こっから年末年始までの空気も何もかもイベントもいいわ、楽しみだな、お正月9月で正月の楽しみにしてるやつ早いね。正月大好きなんだよな。ということで皆様、今月もたくさん送っていただきましてありがとうございました。以上、日報報告を終了する。続いてはこちら、カルト・オブ・ザ・ラム。ラム何これ？ゲームやってもらいます。皆さん知ってますか、カルト・オブ・ザ・ラム。はい、こちらですね、もうスチームさんで配信中の、まあ、プレフォーとかね、スイッチとかいっぱいあるんですよ。あ、もうスイッチとか出てるの？あの、サンドボックス系ですね。そう。まあ、カルト・オブ・ザ・ラム、名前の通り、まあ、カルトな感じなんですよね。で、ラム、子羊が、主役です。で、絵がとっても可愛いんですけど、まあ、カルト教団作ったり、なんかこういろんなことするっていう内容はちょっと、って感じだけど、まあ、絵が可愛いので、まあ、見てて面白いと思うんですよね。まああれでしょ、動物の森みたいな。動物の森っぽいところもある。違うやばいやばい、任天堂様に消されちゃうから。じゃあもう早速やってみましょうよ。はい、これ実はね、私あの、個人的に先んじてあの買ってプレイしてしちゃっておりましてね、知ってたんですよ、でも全クリはしてなくてまだ途中だったので、まあ、ちょうどいいかなって。まあでもその方がサクサク進んでいいと思う。はい、なので本当なんかあのサクサクサクって最初ね進んじゃうかもしれないですけど、じゃあコントローラー、はい、え、何これ、私はどこを見ればいいの？ここ画面変えてください。パープが出てて、パープ、パープ落とさないと今パープを使ってるので。あ、そうなの。じゃあ蓋へ行きにしてください。ちょっと待
てみます。はい、変えてください。はい、セーブなしのところ。まあこれが人気の動物の森ですね。そうですよ。いますね、なんかコントローラーちゃんが反応、反応しないよ、どっちも。ほんと真ん中押してたそれ。真ん中押したよ。押した。相変わらずこんあれね、ゲームの時何か起こるね。え？一回線抜いてみてじゃ。で、もう一回刺して。むむ。さっきまで普通に使えたのにね。あ。ねえねえ。あ、動いた動いた。なになに？これミラプロのやつね。何これ。それ、あの、お試しで作ったやつね。猛勉強。そう、猛勉強。猛勉強をね。はい、セーブなし。はい、選んで。わーい。あー、そっか。プレフォの。×が。プレフォのあれは、そうなんだね。×が決定なんだね。バシナエツコプルナカー。子羊を叩いよ。かの子羊が、されど、家なる獣よ、用心せよ、王冠が二つの頭に乗ることは決してないのだから。うん。これから島で炎上生活が待ってるんだね。ああ、タナキチはどこかな。タナキチどこかな、あれ、ここはタナ、あれ、なんか全部暗いね。これは上かな、上に行こうかね。ここがたぬきサービスの、あ、これが豆吉粒吉かな。あ、なんか喋り方もね、動物の確かに似てるね。動物も無理って、あ、これが大事島人かな、島人かな。ちょっとなんかちょっと体調悪そうだけど。ああ、ああ、え、これがトタケケとキヌヨさんとツネキチと、はいはいはい、なんか言うてますね。古き信仰。なるほど。もう、ああ、悲しいね。ああ、あれ、お、あ、首を切られたと思ったら、お、こっちが本物のタヌキチとツブキチとマメキチなのか。待ち受けし者、そう怖がれてない。お前は確かに死んだ身だが、我にはまだお前が必要なのだ。はい、あの愚かな司教どもはお前を殺せば我と出会うことがないと考えていたようだが、うん、こちらとしてはむしろ好都合だ。はい、この待ち受けし者ちゃんを封じるために、さっきのダークサイドの4人たちは、うん、はい、はいとイエスしかないね。そう、はいとイエスしかないの。いや、待ち受けし者ちゃん可愛いんだよな。待ち受けし者をこの鎖と、あの、外してくれるんだったらお前生き返らせてやるぞってことね。なるほどね。そう、お前に力を与えてやる。おーですね。まあここからアルバイトが始まると、はい、アルバイトの最初は、はい、はい、まずこの人たちを、はいはい、そうです、あ、サバサバ切ってください、はい、島の雑草を掃除、島の雑草たちを、そう、かわいいでしょう、絵はかわいいのよ、はいはい、どんどんいきます。もう戦いはシンプルですね。
やばい、ちょっとこれね、私がやってる時のコントローラーのキー配置と異なっているので。あ、そうなの？これも切る。ちょっと待って。うん。あとで設定変えるね。あとで変えよう。前半だけこれで頑張って。あ、戻した。あ、戻しちゃった。バツ、バツね。バツですね。そう。グローバルな設定です。ネズメ君が来ました。かつてはお主と同じ選ばれし器だった。お主を導けとのご命令で、まあ、ここは非常に危険な、古き信仰の地だ。うん、私がお主を導いてやろう。このまま森の中を進むといい。わしは近くで見守っておるぞ。うん、まあ、前任者ですね。そう。前任者の家壊したね、もう。敵の信者たちですね。ちょ、なんか FPS、FPS 遅いよ。フレームレート遅いんじゃない？はい、こうやって敵を倒すと真ん中、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 それここにいろいろ溜まっていきます。はい、はい、うん、序盤ね、うん、結構雑草使うから。雑草でもまだあんま手に入んなかった。そうだっけ。うん、いいね。あー、サクサク時間ないからもうサクサクいっちゃって。ここはわー、月見パイが、月見パイが懐かした。フレームレートがフレームレートが安定しないよ。こんなんじゃ、こんなんじゃ9番部も当たんないよ。ちょっと月見パイの方が心配されてるわ。月見パイ、うん、月見パイ大丈夫、でもまだ容器から出してないから。やっぱいいね、順調。助けるとこっちの兄弟に入れられるよって。うんよ、わあ、たぬきちめ悪口だ。おー、かわいい、かわいいんだよね。助ける、はい、廊下を待つ芯である。上へ行きましょう、上に。うん、お、ネズムくんの、ネズムくんが良くなしとれたな。うん、あ、赤い廊下を持つ。うん、まあ、こっからこっから転送できるよってことね。ワクワクのんびり島ライフが始まると。そう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 。さあ、アルバイトも終えたし、 あとは自由に過ごすんだな。もう続ける、待つ。イージーでいいと思うよ。イージー？うん。ノーマルでやる？じゃノーマルにしようか。これいつでも変えられんでしょ？多分。もうじゃあハードでいいんじゃない？おー。
ここから島開拓していくと、うん、ここから島開拓、木材と石を集めよう、はい、さっき勧誘した、まあ、新たな信者たちを使って、うん、素材を集めようねってこと。ほら来たぞ、ほら信者が。おということで、こやつは、第一教団員ですね。でここで名前付けられるんですね。はい、はい、なので、はい、ここから引いてください。1個第一信者、何お前だ。じゃんじゃん、マカロン兄貴マカロンさん、マカロン兄貴、はい、じゃあ一旦ここまでにしましょう。でここで名前を入れて第一信者決めます。後でちょっと入力するわ。はい、はい、前半じゃあここまでもう20分経ったんだ。いやこれからのんびり島ライフ楽しみだねみんな、うんうん、どんな動物たちと交流できるのかな。どうなんでしょうかね。じゃあエンディング、あ、じゃあとりあえず、うん、まあこちらをねこの後後半も続けて遊ぶということでいいんですかね。そうです、はい、ということで前半のカルト・オブ・ザ・ラムの方は一旦終了となります。ありがとうございました。癒される番組なんだろうということで、重松千春の月刊地位、あっという間に前半終了のお時間です、はい、この後は上納金を支払ってくださった方限定でお届けいたしますよ。後半はナミヘとマイク、ナミヘのことなんて言うんだっけ、なんだっけみんな、なんか軍曹ダミヘタマトク軍曹を使って皆さんの精神を堕落させていきますよ、また先ほどもやりましたカルト・オブ・ザ・ラムの続きもやっていきたいと思います。じゃあ一節お願いします。いますか。ふう、よいしょ、軍曹、はあ、もうちょっと立つのつらいからさそんなことないよね。ちょっとこっち座ってたまにはやろうかな。皆様、イヤホンやヘッドホンなどのご準備はよろしいでしょうか。いきますよ。この教団に入りたいなら上納金2億ベル払うだな。もあ、払うかな、ワクワク、払ってくれるのかな。でこれが噂の増物の森ですねよし、ワクワク島ライフだね、うん、ということでこんな感じでね、ダミヘッドマイクでも遊んでいきますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てくれると嬉しいです。ジョノキの支払いは上にさっき出てたかな、こちらからお願いいたします。次回の、総会の日程ですね、こちらが10月の15日土曜日20時からとなっております。よろしくお願いいたします。10月の15日土曜日20時からですね、そうしましたらここでファルゾーニタウンの侵略先をご紹介いたします。ドン、はい、タソコショウカリバーチャンユー、
お茶の部屋、ボイバー、夢希望学園、ミラプロ、ちょったくですね。はい、あら、カリバーのゲストはジュンさんですね。はい、先ほど決まりました。はい、ジュンさんは初めてなの？カリバー初めて。あ、そうなんだ。そう。そうなんですよ。まあ、なんかね、しょうもない酒かすたちのね、おっさんたちの楽しい会話が聞けると思いますので、皆さんね、はい、ぜひね、遊びに行ってあげてくださいませ。はい、ということで、告知ですね。私、個人的な告知が、2点かな、あります。キンキンナット10月の2日ですね、フォアレーゼンの方で新潟にまたお伺いいたします。追加出演の方で与那賀翼さんの出演も決定いたしまして、はい、私重松千春、そして中澤雅智さん、内田裕也さん、そして与那賀翼さんの4人で、新潟にお邪魔いたしますので、ぜひぜひチケットまだ発売中ということで、時間ご都合つく方遊びに来てくれると嬉しいです。また続きまして、同じく10月中ですね、10月の29日の土曜日、朗読、こちらまあいいかな、まあ、朗読劇ですね、生命道成寺伝説よりという朗読イベントに出演いたします。こちら土曜日の29日土曜日のお昼の部ですね、私は出演いたしますので、安倍の生命役として出演いたします。よろしくお願いいたします。こちらもチケット発売中のはずはずずずずずですので、はい、こちらですね、なんともう私も楽しみなんですが、ノーとコラボしての朗読劇ということで、本当ね、いろんな演出とかね、楽しみが詰まってると思いますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいませ。ウルトちゃんは何かありますか？はい、おまけ動画の件なんですが、来週のおまけ動画は、このカルト・オブ・ラブの続きをアップしようと思ってるんですが、ちょっと来週間に合うかどうか微妙なラインなので、まあ、今週あと2週あるので必ず月内に2つ分の、カルト・オブ・ザ・ラムゲーム動画はアップしますが、1週間目はちょっと遅れちゃうかもしれないのでご了承くださいと、3000円コースの方向けに、不定期でちょっとした配信をしようかなと思っております。3000円まで払っていただいている方、たくさん払っていただいているので、その方に対してなんか生配信をやろうかなという、案が出てますので、まあ、不定期ちょこっとやるかもなので楽しみにしていてください。それと10月といえば何ですか？10月といえば、10月といえば、10月といえば、十五夜。おう、そうなんだけどさ、分かってるくせに言わない。コスプレです。間違えた、ハロウィンです。願望が先に来ちゃったよ。もう言ってくれないから。10月といえばハロウィンね、なので、例のごとくコスプレをしてほしいなとちょっと思っとるんです。コスプレ、まあ、耳ね、去年はね、耳つけたね。そうだから、まあ、なんだ、なんかやってもらおうかなと、はい、思ってますので、皆さん、ハッシュタグつけて何かやってほしいなっていうのを希望がありましたら言うだけ言ってください。言うのはただです。はい、でね、はい、まずね、はい、そういうの、書いておいてください。一応候補にはあげますのでね、制服ね。たぬきちになって、たぬきちのなんか、かぶりも首とか置いとく。あ、首。はい、なので、はい、その辺、いろいろね、月刊誌考えてますので、楽しみにしていてください。はい、ということで、カルトニーの、ね、YouTube チャンネルなどもありますので、よろしくお願いいたします。それでは、数分間の休憩を挟んで総会の方は後ほどまた後半再開いたしますので、遊びに来られる方はよろしくお願いいたします。ということで、ここまでのお相手は、総帥重松千春と参謀のカルトがお送りしました。ありがとうございました。後ほど後ほど